ブラー。ブラー。ブラーは、イギリスのロックバンド。1990年代以降の英国を代表する、オルタナティブロックバンド。デビュー当初は、キンクスやビートルズの再来と注目され、1994年のブレーク時は、ブリッドポップムーブメントの代表格として、一斉風靡した。ブーム収束以後も様々な音楽性を横断しながら、独創的な活動を行っている。 更新のバンドに与えた影響も大きく、1990年代からのイギリスのロックシーンを代表する存在として人気配。バンドは2003年にメンバーのグレアム・コクソンの脱退とセブンスアルバムシンクタンクリリース後活動ペースを緩め、長らく活動停止状態が続いていたが、2009年にグレアムが復帰して、以降再び活動を開始している。 デーモンの作る戦律に、グレアムのローァイでノイジーなギターと、それとは対照的なアレックスのポップなベースライン、レーブの乾いたドラムの交わりによって曲の骨格が作られる。グレアムがコーラスで参加したり、全員で合唱をする場面もある。デーモンが大体の曲のラフスケッチを作成するが、それをもとに、各楽器のパートは4人でセッションをしたり議論をして、 曲作りがされるため、作曲者のクレジットは4人の名前で表記される。プロデュース作業は、スティーブン・ストリートとグレアムが中心となっていっていたが、シンクタンク以降はデーモンが、サイドプロジェクトであるゴリラズなどの活動を通じて、プロデュース能力を上達させたことに伴い、セルフプロデュース曲が多くなった。歌詞は、ほとんどの曲をデーモンが手掛ける。1988年10月、 当時ロンドン大学ゴールドスミスカレッジに在学していたデーモンがロンドンでサーカスという名のインディーズバンドを結成。コルチェスターの主役所でコンピュータプログラマーとして働いていたデーブも参加していたがほどなくギタリストが脱退したことに伴いデーモンのコルチェスターの公立中学校時代からの幼ぞめであり大学の同級生でもあったグレアムが加入。グレアムの加入によってバンドは 飛躍的に質を上げたという。ちなみに、コルチェスター時代デイブとバンド仲間であったグレアムがバンドのドラマを探していたデーモンとデイブを引き合わせている。さらに12月、デイブが二人のメンバーを脱退させたのを機に、同じくグレアムの大学の友人であるアレックスが加入しバンは4人変態となり、それと同時にバンド名をサリンジャーの小説の登場人物の名前にちなんだ。 シーモアに変更。1989年の夏にシーモアとして最初のライブ活動を行った。そして同年11月、エキセントリックなシーモアのライブを見たフードレコーズの A&R アンディロスから契約のオファーを受ける。ロスはメンバーにシーモアというバンド名の解明を進め、会社側が提示した候補の中からメンバー自身が選択し、1990年3月バンド ブラーが誕生した。結成後すぐにザ・クランプスの前座として、イギリスをツアーして、新曲を試し、10月にツアーが終わるのと同時にファーストシングル、シーズ、総敗をリリースし、メジャーデビューを果たす。翌1991年4月、ザ・スミス等のプロデュースでも知られる、スティーブン・ストリートを起用してなんとか定裁を整えて、完成させたというセカンドシングル。 ゼアズのアーウェイが前衛8位まで上昇するなどスマッシュヒットを記録すると同年8月当時流行していたマンチェスターサウンド、シューゲーザーなどの影響を受けたトリッピーでサイケデリックなサウンドのファーストアルバムレジャーをリリースし前衛7位を獲得する。イギリスの音楽雑誌セレクト誌はザスミス以来最高のグループと彼らを表し他の音楽誌からも 新人類による新世代ポップ、ネオサイケの落とし子などと評価されるなど、順調なキャリアの滑り出しを築いた。一方、この頃はまだ一部の評論家からは、流行のサウンドに乗って登場した時代の、あだバな的なバンドとしか認識されていなかったが、1996年公開の映画、トレインスポッティングのサントラに、レジャーに収録されているシングが抜擢されるなど、 高年再評価も受けている。1992年2月に初来日、川崎や大阪でライブを行った。3月、ジーザスメリー・チェインやマイ・ブラッディ・バレンタインらによる大規模な会場をめぐるローラーコースターツアーに前座して帯同するがそれと前後してマネージャーがバンドの資金を使い込み、ブラーの銀行口座に6万ポンドの負債があることが発覚する。 ハサンは、なんとか免れたが、救済をしてもらった T シャツ会社の意向によって、当時ニルヴバーナに橋を発するグランジ旋風吹き荒れる、アメリカで4月から5月にかけて、借金返済のための1ヶ月半ほぼ休みなしのライブ案ャを余儀なくされた。アメリカツアー前後のメンバーの精神状態も、アルコール中毒を患うなど最悪であり、とあるライブで、酩酊状態でステージに立って、 最低のパフォーマンスをしてしまったバンドは、フードから、解雇寸前の浮き目にもあっている。アメリカツアー前後の苦い経験は後に、13、収録の、1992という曲にもなっている。一方で、ツアー開始と、同時期の3月末、それまでのトリッピーでダウナーなバンドのイメージを、振り払うかのような単独シングル、ポップシーンをリリース。全英32位とセールス的にはあまり振るわず、 レコード会社との関係はさらに悪化したというが、請求でパンキッシュなギターと九百六十年代のポップス風のサビは新たな展開へのバンドの並々ならぬ決意の現れを示しているようであり、後のブリッドポップ期に続く作風の方がを感じさせた。グランジブーム真っ只中のアメリカでイギリスのポップバンドとして誰にも興味を持ってもらえない中を延々と、 土佐回りさせられたという苦い経験から、デーモンは反動的に英国的なものにこだわるようになり、英国人としてのアイデンティティとポップイズムの確立に執念を燃やすようになった。当時イギリスでも主流になりつつあった、流行のアメリカ的なグランジサウンドのアルバムを作る、要レコード会社から圧力があったというが、デーモンは英国的な音楽の流行がそのうちに訪れる。 会社を説得して1993年5月、ビートルズやキンクス、エクスタシーなどから続くイギリスのロックミュージックの伝統に則っ,って作成されたセカンドアルバム、モダン・ライフ・イズ・ラビッシュのリリースに着けた。レコーディング当初はデーモンの意向に沿って、エクスタシーのアンディ・パートリッチがプロデューサーとして起用されたが、作品の出来に納得いかなかったため作った曲は全てオクライなり、 結局、ジェアズのワザーウェイをヒットさせたスティーブン・ストリートがプロデューサーに収まった。ストリートはその後ゴトンチアルバムまでプロデュースを続け5人目のメンバーとまで呼ばれるようになる。独特の市場と豊かな音楽性が遺憾なく発揮された本作は作品としては前作以上の高い評価を獲得したがアルバムは 当時の流行には乗らなかったためセールス的には前衛15位に終わった。しかし、1993年頃からデーモンの予見通り、英国で反動的な愛国的音楽のムーブメントが徐々に起きつつあり、ブラーはこのアルバムやサードアルバム、パークライフによってスターダを駆け上っていくことになる。また、デーモンはそれまで歌詞制作にそれほど興味を持っていなかったというが、 この頃から一人称で歌詞を書くことを控え、架空のキャラクターを登場させるなど三人称を、主語として、社会をシニカルに風刺するという演劇的な作詞法を全面に打ち出すようになった。翌1994年3月、先行シングル、ガールズボーイズをリリース。リリース前より、BBC ラジオ一を、はじめ主要ラジオ局で、大量のやプレイを獲得し、バンドとして、 シングル過去最高の前衛語予期すると続く4月、後にブリティッシュポップの金字塔と評されることになる、サードアルバム、パークライフをリリースした。英国ロックの伝統を踏襲したサウンドに、シニカルながらもユーモラスに、英国人の日常や文化を描いた、この作品は、イギリスの時代精神を表すアルバムとして賞賛され、この後の英国音楽シーンの流れを決定づける、こととなる。 パークライフは、バンド初のアルバム全英1位を獲得すると90週にも、渡り、チャート40位圏内に残り続け、1995年のブリッドアワードでもベストアルバム賞ほか、2016年現在、アデルと並び同賞史上最多タイとなる4部門を受賞。このアルバムによってブラーは、この時期に英国で品質した、イギリス的なポップバンドをまとめて呼んだ総称。 ブリッドポップバンドの代表格と呼ばれるようになる。さらに翌年の1995年9月、セカンドアルバムから続く、ブリッドポップ三部作の完結編と呼ばれる、ザ・グレート・エスケープをリリース。パークライフがまだチャートを賑わせている中書かれたという、このアルバムは、ブリッドポップバンドとしての自信をより深めたかのような、迷いのないギラギラとしたサウンドを響かせている。 全英 1>, 1位を獲得。1993年、1994年、1995年のそれぞれ11月に来日ツアーを行っているが、1995年の初の武道館公演を記念して、日本限定でライブアルバムがリリースされた。この時期よりマスコミからブラーより少し遅れてブレイクしたオアシスとの対立が煽られ、 両バンドともそれに乗せられるように互いに絶戦を繰り広げるようになる。ブラーの先行シングルカントリーハウスの発売日が当初、オアシスのシングルロールウィズイットの発売日、1995年8月14日と1週間の間隔しかなかったため、ブラー側の判断で相手オアシスのシングルの発売日に重ねて売り上げを競うこととなった。BBC が 朝のニュースで報じるほどの騒ぎに発展したが、結局ブラーの売り上げ枚数が上回り、バンドとしてもシングル初の全英1位を獲得して、騒動は決着を見た。しかし、同時期のアメリカでのツアーは不正教に終わり、また後に発売されたアルバムが、オアシスのモーニンググローリーに売り上げ面で大きく差をつけられてしまったことや、メンバーのプライベートなどがマスコミによる イエロージャーナリズムの格好の餌食となってしまった。一連の騒動に、バンドは疲弊し、一時的に活動休止状態に陥る。また、あまりにもポップになったブラーの音楽性をめぐって、元来ローファイな音楽志向であったグレアムとデーモンの中が疎遠になりつつあった。バンドが、機能不全の状態に陥り解散の危機も囁かれて、いたが、この状況を打開するためデーモンがグレアムに、 長文の手紙を送り、音楽に対する考えや今後のブラーの方向性を確かめ合い、お互いのもつれた関係を修復していった。そしてこのことが、バンド復活のきっかけとなったと言われている。1997年2月、デーモンのブリッドポップは死んだの言葉とともに、バンド名を冠した、フィフスアルバム、ブラーをリリース。前衛1位を獲得。 これまでのひねくれたポップスの路線を廃止、アイデンティティであるロンドンを歌うことを止め、アメリカのオルタナティブロックに接近した荒削りで、ローハイなサウンドを全面に押し出す。この時期デーモンは、グレアムの影響で、アメリカン・インディーズに傾倒し、ペーブメントのスティーブン・マルク・マスとも友人関係にあったという。また、ギターが背景に追いやられていた感のある前作とは、打って変わり。 アメリカのオルタナシーンをこのムグレアムのノイジーで独創的なギターワークがフィーチャーされたアルバムである。このアルバムはブリッドポップ期からのファンの間では賛否両論があったが、それ以上に新しいファンを獲得。この1枚によりブラーは単にムーブメントの代表格というだけではなく、アーティスティックな面でも正当に評価されるようになったと言われている。 売り上げ面での鬼門であった米国でも受け入れられ、中でも収録曲のソングには世界的ヒットを記録し、ブラーの代表作の一つになった。5月には仙台から福岡、東京をめぐる大規模な来日ツアーを行った。1999年3月、シックスアルバム13をリリース。長年の名優スティーブンストリートと決別し、 マドンナなどを手掛けたウィリアム・オービットをプロデューサーに起用。当時デーモンが系統していたプログレッシブロックなどからの影響が見られるノイジーな音の狂気にバンドはさらなるオルタナティブな独自性を獲得していった。前衛1位を獲得。先行シングルテンダーではゴスペル、ソウル音楽を取り入れて新境地を見せ、グレアムがリードボーカルを務めたコーヒー &TV は 牛乳パックがグレアムを探し求めて奔送するというビデオクリップの愛らしさも話題となった。この頃よりグレアムがシングルも含め CD ジャケットのアートワークを担当するようになる。7月初のナエーバー開催となったフジロックフェスティバルにて2日目の大取りを務め、ブリッドポップ前世紀の楽曲を多く含むベスト的なセットリストを披露。また、同年8月、 デビュー10周年記念の完全限定生産のシングルコレクションザ・ジュ m ヤーズ・リミテッド・エディション・アニバーサリー・ボックスセットを発売すると12月にはロンドンのウェンブリー・アリーナで過去の全シングル曲をリリース順に演奏するシングルナイト・ギグを行った2000年10月にはファンの投票によって収録曲が決められた初のベストアルバムザ・ベスト・オブ・オをリリース 現代美術家のジュリアン・オピーによるメンバーの似顔絵を配したミニマルでポップなジャケットも話題となった。ベストバンの発表に伴いリリースされたシングル曲、ミュージック・イズ・マイ・レーダーはアフリカ音楽に影響されたビートとローファイナ、ギターサウンドの融合が印象的なダンスソングで、今後のブラーの新しい方向性が垣間見える曲となったが、上ズの通りデビュー10周年を機に、 ブラーの活動に一区切りをつけるような動きが目立つようになる。メンバーの個人活動も盛んになり、7月のメルトダウンフェスティバル出演やベスト版のプロモーション活動を区切りとして一時活動休止状態に入る。デーモンは1998年に結成した覆面ヒップホップユニットゴリラズを本格始動させたり、アフリカのマリ共和国に飛んで現地の音楽に触れて、 アルバムを作成する。グレアムもソロアルバムを作り、アレックスやデイブもたバンドに参加したり曲を提供するようになった。2001年11月、レコード会社との契約通り4人は新アルバムのレコーディングに入るものの、デーモンがノーマン・クック、ファットボーイ・スリムをプロデューサーに起用したことに対し、グレムは不快感を示す。徐々にグレアムとデーモンの音楽性の相違が、 健在化して作業は行き詰まり、グレアムがバンドとの距離を置き始めるようになる。当時グレアムはアルコール依存症も患い、精神的に不安定な状態にあったというが、一向にレコーディングスタジオに現れないグレアムに痺れを切らしたバンドは2002年5月、マネージャーを通じてグレアムにスタジオに来ないよう通達。バンドは9月、グレアム抜きで、 北アフリカのモロッコマラケシュに飛びレコーディングを続行した。亀裂は決定的となり、10月にグレアムが正式に脱退を表明。一方に2003年5月にバンドはノーマン・クックやベン・ヒリアーラのプロデュースによるセブンスアルバムシンクタンクをリリースした。モロッコでの経験からサウンドはアフリカ音楽に加えアラブ音楽への系統も見せ、また同時に デーモンのイラク戦争の活動を通じて歌詞も政治的色彩を色濃くしていった。全英一位を獲得。ジャケットはグラフィティアーティストのバンクシーが手掛けている。同年5月に来日。また8月のサマーソニックにはヘッドライナーとして出演した。元、ザ・バーブのサイモントングがグレアムの代わりのサポートライブギタリストとしてツアーに参加した。 12月、天文学に興味のあったアレックスとデイブの提案で、イギリスの火星探査機、マーズ・エクスプレスに搭載された着陸機であるビーグルにから、ブラーの楽曲を火星で流すいうプロジェクトに挑んだが、ビーグルにからの返答はなかった。その後2004年に、新アルバムのレコーディングのために3人でスタジオ入りを、するといったこともあったが、グレアムを書いたブラーは、 求心力を失い自然消滅的に活動を休止。その間、デーモンはサイドプロジェクトとして始めたゴリラズゲの世界的なブレイクをはじめ、いくつもの活動で成功を収め、グレアムもアルバムを3枚発表し、ソロアーティストとしてのキャリアを重ねた。アレックスもサイドプロジェクトを立ち上げたリタバンドに参加するなど、音楽活動を続けながら、田舎に移住してチーズ製造に地道を上げ、 自身のチーズブランドがイギリス王室御用達として認められるほどのキャリアを築く。デーブも音楽活動を続けながらアニメーションの制作をしたり、労働党の候補として選挙に立候補したほか、弁護士資格の取得を目指して勉強し、弁護士事務所で働いていた。その間も、アレックスやデーブがグレアムとコンタクトを取っており、 グレアムが復帰し再始動するという噂が2006年の末頃から幾度か浮上するようになる。2007年10月には2003年のアレックスの結婚式以来4年半ぶりに4人が一堂に開始話し合いが持たれたが、その場ではバンド再始動の決定には至らなかった。2008年9月、デーモンがアルゼンチンのメディアに対し、ブラーは終わったと発言する。 その発言を受けてグレアムは固定ハンドルで普段から書き込みを行っていたブラーの公式サイトの示せいたにてブラー脱退から現在に至るまでの経緯を綴りデーモンに連絡を取る旨を書き込んだ翌10月グレアムはデーモンのアフリカエクスプレスのライブに足を運びデーモンと脱退以来初めて腹を割って話し合ったこの話し合いで二人は和解したと言われているが11月には デーモンが手掛けたオペラ最有機の公演初日にグレアムがアレックスと共に現れたことが報じられるなど再始動の機運が高まっていった。2008年12月9日オフィシャルウェブサイトにおいてグレアムがデーモンと和解をしてブラーに復帰することが公式にアナウンスされ2009年7月3日にロンドンのハイドパークで復活ラブが行われることが発表された。 この再始動に対する反響は大きく、5万人分の復活公演チケットは発売開始2分で即完売し、7月2日にも追加公演が行われることが決定した。またコールドプレイ、ステレオフォニックス、カイザーチーフスなど、更新のバンドからは次々と歓迎のコメントや前座出演をこう逆オファーが寄せられた。2009年2月、 エネミー・アワーズにてデーモンとグレアムの二人だけの形式で再始動宣言後初めての演奏を披露すると6月からはバンドとして初めてのライブを行った故郷コルチェスターのイーストアングリアン鉄道博物館での関係者の身を招いたライブを皮切りにイギリス中のライブハウスやアリーナをウォームアップギグとして回ったまた同月末には グラストンベリーフェスティバルに10年ぶりに出演。最終日の大鳥として出演した。このライブは、グラストンベリーフェス39年の歴史の中で、最高のヘッドライナーライブの一つと評された。そして7月2日、3日、ハイドパークでリユニオンライブが行われた。ライブの音源は公演直後にライブアルバム、オールザ・ピープルとして限定版 CD 及びダウンロード配信にてリリースされている。 ハイドパークでのライブ前の6月には、メンバー自身が、ブラー初心者のために選曲したという新ベストアルバム、ミッドライフ、ビギナーズガイドとブラーがリリースされた。また、2010年1月には、バンド結成から、活動休止、再始動まで追ったブラーのドキュメンタリー映画、ノーディスタンスレフトト・トランが公開され、同映画は、第53回グラミー賞の、 最優秀長編ミュージックビデオ賞にノミネートされた。また、同年4月には再始動後初めてのオリジナル曲となるシングル、Fool's Day を発表。4人揃っての楽曲としては7年ぶりのリリースとなった。2012年2月に開催されたブリットアワードで功労賞を受賞し、バンドとしてはおよそ2年半ぶりにパフォーマンスをする。また、 グリッドアワーズ前に開かれたチャリティーコンサートにて、ラーの新曲と目された、アンダーザ・ウェストウェイを、デーモンとグレアムとの二人だけの形で披露した。その後、ロンドンオリンピック閉会記念ライブに出演することが発表され、7月には記念ライブ用の新曲として、アンダーザ・ウェストウェイとザ・ピューリタンの二曲を正式に発表。ロンドン市内のビルの屋上からインターネット中継した。 また同月、アルバムメジャーデビュー21周年を記念して、アルバム、レジャーから、ブラーまでのリマスター版を含む、過去のブラーに関する、あらゆる音源や映像を集めた、CD、DVD 合計21枚のボックスセット、ブラー21をリリースした。そして8月12日、ロンドン中心部のハイドパークで、 ロンドンオリンピックの閉会式と同時に開かれたロンドン五輪閉会記念コンサートベスト・オブ・ブリティッシュにヘッドライナーとして演。2009年の再結成ライブ以来3年ぶりとなったハイドパークでのライブには8万人もの監修が集まった。翌々日には音源がライブアルバムパークライブとしてダウンロード配信されている。2013年3月からは ワールドツアーを観光し、それまであまりライブを行ってこなかった中南米、東南アジアなども含む世界各国で公演を行った。2014年1月にはツアーの最終公演として11年ぶり、グレアムを含めたフルメンバーとしては15年ぶりの来日を果たし、1997年以来17年ぶり3回目となる日本武道館でのライブを行った。 2013年5月の香港での公演中、急遽、次に予定されていた東京と台湾での公演が、キャンセルとなったため、5日ほど香港に滞在することとなった。イギリスからエンジニアを呼び出し、スタジオを予約して、5日間で多くの音源を録音したが、その音源は、お蔵入りとなっていた。録音から1年4ヶ月後の2014年9月、グレアムが、レーモンに、 香港での音源をアルバムとして完成させることを提案する。デーモンは自身のソロツアーで多忙だったため、グレアムにアルバムの制作を進めるよう指示した。そこでグレアムはかつての名優、スティーブン・ストリートに連絡を取り、二人でプロデュースを開始。11月、グレアムが作業中の音源をデーモンに聞かせるとその出来栄えにデーモンも感化され、バンドメンバー4人が集まり、 本格的に作業が進められた。12月にはデーモンがソロツアーの木と歌詞を書くにあたって現地の雰囲気を再び感じ取るため香港に立ち寄ったという極秘裏にアルバム制作は進められ2015年2月先行シングル Go Out と共にシンクタンク以来12年ぶりフルメンバーでは 13以来16年ぶりとなる8枚目のスタジオアルバムザ・マジック・ウィップの売りが急遽発表された。同作は2015年4月にリリースされ、パークライフから6作連続となる全英1位を獲得した。サウンドは近年のデーモンとグレアムのソロ活動での音楽思考を明確に感じさ。また、ジャケットに反対時のネオンサインが配され、ミュージックビデオにも関東語が たびたび登場することに象徴的なように、レコーディングが行われた香港の街がインスピレーションのストっているという。アルバムジャケット、ビデオともにアートディレクターは、イギリス生まれの中国系アーティスト、トニー・ハンが担当した。6月から11月にかけて、ワールドツアーを行う。12月には、最新アルバムの制作過程を追ったドキュメンタリー映画。 ニューアールドタワーズがイギリスで公開され、その後世界各国でも順次公開された。同映画は2016年のエネミアワーズにおいてベストミュージックフィルム賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。